117刺激ラン。待って待って、なんかカツラ落ちとるけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで今回はこの刺激回避というゲームをやっていきたいと思います。はい、スタート。模擬第一中学校、模擬でいいんかな、普通に読んだらそうよね。刺激回避の刺激ってどういうこと。かわいい女の子。ん、遊び方1、気になる場所をタッチ、いろいろ調べてみよう。え、どこ、あ、女の子？あ、刺激回避ってそういう刺激？鼻血が出そうな感じのやつ？え、でも今の別にそんなに、そんなにめくれてなくない？刺激的すぎたん？今の。マジで。チュートリアル、今のはちょっと刺激的すぎたかも。どうにか回避できないかな。え？あ、そっか、なるほど。今のもう怒ってしまったけど、あれが怒る前に回避せんといかんのか。あの、スーパーの袋が顔に貼り付けばいいんやな、きっと。はあ。アイテムは使いたい場所までスワイプ。はっ。これで。OK 。OK ですか。あんなちょうどよく顔に貼り付くこともない気がするけど。刺激回避スタート。1は風のいたずらやったよね。クリア。何あれ、なんか、なんていうの、星チェックチェックってなっとるけど、あれなんなんやろ。2、女子との会話。はい、ステージ2。女子との会話。なんかハート3つあるんやけど。え、なになになに、ダメージ受けてる、ダメージ受けてる。心の声、女子と話せるのは嬉しいけど、この勢いは何だって、見えてないぞ。おう、失敗。なに、寝込んだんだけど。そんなことでそんなことで寝込むんすか。はい、リトライけど、この勢いは2対1じゃついていけない。あ、なるほどね。2対2になればいいってこと？え、ちょっとこっち来いって。え、この男の子、みじんも反応してくれんねやけど。え、なに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 、どうすればいいの？え？何も動かせんくない？動かせる？おい、来いって。え？あ、こういうこと？え、そういう、いや思いつかんわそんなの。てか何をそんなに話しかけられおったんやろね。え、横におった子の方がモテそうな感じしたけど。はい、ステージ3、レイの本。レイの本、そういう心の声、あの輝きはまさか、誰にも見つからずに回収せねば。回収するんかい誰にも見つからずにで、どうやって？あ、何かある。上着着る？おっとっと、いや、わざとらしくね。これで服と一緒に回収。むっつりやん。鼻血垂らしながら見よるし。はい、ステージ4、母との買い物。お母さんと仲良く買い物なんてクラスメイトに見られたくない。この年でお母さんに服を選んでもらってるんすね。え、なんかこれあれやね、どんどん進んでいく系ね。隠れ、あ、なるほど、これはもう自動的に進んだりとかしてないんか。とりあえずその中隠れとけば OK なんじゃない。なになに、めっちゃ話しかけようんやけど。呼ぶなおい、呼ぶなよ。
あ、なんかあれやね、この男の子が今着とるこういう感じの服ってなんか中学生男子によくおるような感じのそんな感じじゃない？これが中学生なんか高校生なんかよくわからんけど。どこにおっても呼ばれるんじゃ無理じゃない？他ひっぺがしたな。でもこれを着たらこれを着たでおかしい。いいよおかしいよ。他になんだ、あの状態やったらさ、ただ単に女装をしてるっていうだけになるのでは違うのか。お母さんに、あ、そっかそっかそっか、お母さんの方に退場してもらった方がまあいいか。出てくるなよ。いやいや、会話長引かせないでふう、そっくりやねお母さんと。結局気どんかい。なんで。ステージ5、気まずいテレビ。あ、なるほどね。家族で過ごしよる中で気まずい空気が耐えられない。どうにかチャンネルを変えられないかな。いや、でもこういうの母親が楽しみにして見よったりとかするんやないん。なんでもないのにこんなドラマかけとったりする。これではあれじゃない、エアコンのリモコンよねね、エア、おー、なるほどなるほどなるほど。母親はそういうの嫌がるタイプね。なんでかけと、誰がかけとったんやろ、まず。え？あ、ってかあれやん、お母さんのお尻の下にあるやん。え？ねえ、テレビのリモコン、お母さんのお尻の下にあったんだけど。何？食べる食べる食べる、めっちゃ食べる。おかわりー。あ、なるほど。あれ、部屋に戻ってきたぞ。白ご飯しか食べてないって感じ。なんでやねん、食えやおかずも食えよ、おい。でもおかずの方を食べてくれんのよな。どうにかしてさ、このお母さんを立たせたいわけやろ。なんでさっきのでよくねさっきのでよくね。いや、なんかさ、このエアコンのスイッチ入れてもうクーラーガンガンにかけたりしたら、なんか母親が上着取りに行ってくれるかなとか思ったけど、でもないんよね。ピッ、うおー、ねえ、寒くないお母さん何？どうすればいいんだ、わからないんだが。だってさ、他にさ、他にできることがないんすよ、マジマジで。どうすればいいの？どうすればいいんだい？ここが開くことには何か意味があるのか？カメラ、いや関係ない。そのお尻をのけろよ。ガガガガガガ。わからん。
え、ステージ5ですでにもう全くわからないんだが、ヒント見よう。ヒント1。ヒント1、ご飯をタップするとモリモリ食べるよ。やっぱご飯を食べさせるんか。え、ご飯を食べさせるで合ってる。え、ご飯をモリモリ食べるんよね。ご飯モリモリ食べまして、おかわり。あ、でここで、え、もしかしてあれ、なんかあの時間素早くやらんといかんかったとか、そういうことかな、かもしれない。なるほど。ステージ6、教科書忘れちゃった。これの刺激は何なんだ。え、これは教科書を忘れました。教科書忘れました。え、何、あ、どっちに、え、この女の子も忘れたとかじゃないよね、これ。とりあえず確実に持っているであろう男の子に、しかもなんか女の子苦手そうやし、この子。あ、ほら、あそこも忘れとる、やっぱり。いやー、それは知らんやん。それは知らんやん。ここ。てか、あ、こっちにもなんか。何したの今。ここになんかあるけど、取れないんすか。心の声、教科書を忘れた、隣の人に見せてもらえないかな。どうすればいいの。この女の子も選択肢にないよ。あ、ハサミゲットした、なんか。あ、これで切る。おー、教科書出てきた。てか誰の、何。なんで紐でくくって置いてあったん、ゴミ。はい、これで見よう。ふう、オッケーオッケー。で、大丈夫な感じ。おー、ステージクリアー。ステージ7、刺激ラン。待って待って、なんかカツラ落ちとるけど、嫌な刺激だな。え、こういうのってさ、あれじゃない。え、何、え、拾っていいのこれ、言ってよ。だって絶対あれ避けれんもんね。全ての道に何かしらがあった。ゴール、刺激回避なはずなのにめちゃくちゃ刺激的やけど、それでいいんすか。ステージ8、僕の心は晴れさ。え、この場合の刺激って何なんやろう。相合傘で一緒に帰りたいけど勇気が出ない。ほう、勇気が出ない、知らんやん、出せや勇気。え、何、ああ。これは結果、あやい傘で帰らんといかんのかな？それとも普通にこう、自分は最初から傘なかったです的な、向こうから言ってもらうってこと？お、お、お。おー、なるほどね。そういうこと。結局傘持つのは男の子の方なんや。え、優しい。
もう僕あとちょっとだからってこと、全然ちょっとじゃなさそうやけど。でも晴れやかな感じやけんいいんかな。ステージ9、熱中しよう。熱中しよう。熱中症か。え、なに？なんか、体育中のぼせちゃった。急いで水分補給しよう。水分、水分、くれよ。いや、それはあっちが下手くそなだけでは。じゃあ普通にあの女の子からもらう感じか？いや、そこの椅子のところに水筒があるんだけど、抜いてくれる？これで。ないやないかーい。あ、じゃあここにあのでっかい水を入れてもらう。そういうこと。よかった。一回失敗になったらもう終わりかと思ったら、いけた。時間ないならいけた。ステージクリアー。でもあれ、ついてもらうのは女の子でもよかったんじゃない？ステージ10、刺激的なプール。ん？女子の水着が視界に入って刺激的すぎる。いや、しょうがない。プールの授業やけんね。この辺は普通に。普通に？待って待って、カエル挟まっとんやけど。ああ、なるほど。これで女子を追い出せた。いや、来たけど。え、そんなレベル？絶対、プールの授業出れんやん、そんなん。なんだ？じゃあどうすればいいんだ？ここで何か、帽子？をどうすんだ？ああ、カエルをこう、逃がしてあげる。で？で？あったかい。なんだ、どうすればいいんだ？ん？これを外したってことは何か意味があるのか？ん？こっちと入れ替え、あ、そこにつくのか。あ、これで女の子の姿が見えにくくなるってこと？湯気で。そういうことやない。しかし、もうあれなんすよね。もうあの、カエルあっち行っちゃったんで、あの、どうにもできないんだけど。どう？あ、水がいっぱいになっとるけん、水着が見えんってことかな。そういうこと？わかりづらいんですけど。わかりづらいんですけど。